どうも皆さんおはこんばんにちは、オットジャです。アリジャです。おついちでございます。ちゃんと動いてる。はい、じゃあアニジャ、ダークソウル3続きをやっていきたいと思います。で、私やられたのでキャラクターチェンジアニジャということで、そのキャラクターはこれは呪術師らしいです。斧持ってるね。手斧を持ち、この斧めちゃくちゃ強そうだもん、ね、強そうだね、木こりの斧っぽいの。あれで魔法も使えると。そうらしい。呪術師なのでね、なんか盾も木の盾持ってるし、なんかちょっとインディアンっぽいよね。そうだね、ネイティブアメリカンな雰囲気。ネイティブだね。顔真っ黒だけどね。なんでその色にしたのかという、炭をこうね、あー体に塗って、カモフラ率上げてるから、はい、はー。で、はい、まあ、生命の指輪を装備してると。生命の指輪ってなんだっけ。そうそうそう、なんかちょっと HP 上がるよみたいな。ドジャ君と一緒だね。一緒にした？一緒。そう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 。まあなんか他のはね、他のがどうなのか、そうよく分かんなかったから。じゃあまあスタートボタン押していただいて。さあ。さあ、じゃあどこまで行けるのか。これ全然分かんないんだよね。まあ下のやつ見るとチュートリアルなんで。あ、結構大ぶりだな。カメラ操作。通常攻撃。RB。あ、これが普通の攻撃なんだ。ジャック攻撃。ためがこれか。でね、引いてればその間力ため切りになるんでね。強攻撃、強攻撃ね。ターゲット固定。ああ、おいえ。おお、エストビームだ。もう一回エッもう一回シャラとパリしたんだけど。危なかったね。死体が何か持ってたよな。え、あ、ほんとや。まさに消えかけのソウル。あ、これで、なかなか難しいね、なかなか。そうね、まあ、慣れていただいて。おとやくんは最初のボスを倒して、うんうん、ちょっと進んだぐらいかな。その後の、まあ、本来倒さなくていいんだけど、そんな急いでね、うんうん、破れたね。サムライマンにね、うん、サムライマン強かった。サムライソウやられましたね。で、やっぱりこう装備の重さで、うん、ステップなりこう移動速度も変わってくるはずだ。気持ちいいね、斧。音もね、ガシャガシャ言っちゃうとすぐ敵にバレてしまうから。まだ火球は使えないのか。いや、もう持っててね、十字キー左で、それおー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 、ほんとだ。でもこれどうやって使うんだ。ね、左トリガーを引いてきターゲットして、で、LB を押すとファイアーボール。おお、強っ。おお、え、強っ。強いですよ。で、今のであの、あ、ちょっと青ゲージちょっと減ってるからね。確かに。あ、これで練習するつもりが。じゃあ実戦ということで。これが実戦ですよ。撃ってきてますよと。おーっと、死ねー。いやいやいや、まだ一発。あー、ちょっと変だな。そうですね、カット率が木の盾だと。なるほどね。なんかパニックった時に多分ね、もうすごいことになると思う俺。まあね、自ら死に突っ込んでいくと、3、4人ぐらいいるとね、一気に来ちゃうから。エストビンが X ボタンか。あー、ここにもいるよ。懐かしい。強い。いいですね、サクサク。スイートレ。まあもう早速ちょっとボスのとこに行っていただいて。ねえ、チュートリアルですから、これただ。パリー。これパリーね。はい。すぐ疲れちゃうね、このキャラクター。下が3、一番下があれば。なな、これこっち側何かあんの。引き返せ。いや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 、行くでしょう。いや、これ完全あかんやつが絶対出る。ダメだよ、兄ちゃん。そこは視聴者求めてるのは言ってほしいやつ。いやいやいや、わー、行かないのか。完全オッツのターンだからそれ。なあ、俺行くのかい。そっか、ね、完全に。ああ、間合いだね。間合い、はい、大事だからね。でも意外と斧はブンブン回せるな。さあ、来いや。はい、はい、はい。まあ、スタミナをちゃんと見ていただいてね。ガードしてるだけでもスタミナ減るんで。さあ、いけるかね。さっきのこう、汚い音ジャグの手を、うん、使っていきたい。最初にできるだけ攻撃していく。両手にしたよ、両手に。まあでもそれが魔法持ってるんだからね、魔法をうまく使っていただいて。引き抜く。あ、抜くと。やれやれ。早く早く。そうそうそう。もうやって、もうやって。ああ、そうそう。あ、いいよいいよいいよ。だいぶ減った、だいぶ減った。どこから魔法打ってるの。
おっと、おおおっと、マジじゃん。おっと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 、これやばい、これやばい、やばいよ。すごい強い。あれ、どうやってダッシュで回避すんだ。あっ何か言う前にあの転がって回避できなかったんですけど、ローリング？ B ボタン押すだけだよ。おかしいねそう普通になんかロックしながら死んでしまったということで、はいはい、え、嘘やん、嘘やん、セブの方よろしくお願いしますえ、嘘やんあー、そう、はい、じゃあサクッと、あの待って、ニューゲーム、ね、この辺はニューゲームね。紙だけ変えようかな。よいしょ、左上やん、そやべー、やーべだ、もうオッケー、もうオッケー、行こうぜ、これ、行こうぜ、もうオッケー。やばい、眉毛がなくなったおやばい、なんかヒゲだけ浮いてるように見える誰だこいつ、やばいな、こいつ誰だ。まつげまでなくすつもりだぞこれ。まつげはもうの豚にパッチリしてる。まつげパッチリパッチリしていただいてね気持ち悪い、なんだこれ。人じゃないな、いや人やめてるな、確かに。入れ墨ああいいね、素晴らしいと思うよ。誰だこれ、すごい、なんかすごいとこの傭兵なんだろうなとは思うまあ緑だからね。今のだと上の方にもうちょい上かな、はい、それあるじゃん、はい、それをうまいこと顔と目の位置とかでやるとかっこいいんじゃないかな。一回選択してで、一番下調整に入って、はい、LB LB はい、下で、まあそれもまあ、なんかすごいけどその目元下ぐらいとか上ぐらいにしてあげてこれこれいいじゃん、これいいじゃん、これいいじゃねえかおい、これちょっとこう、あ、そうなっちゃうのか。進んで、まあ拡大率上げれば、おー、もういいじゃん、もういいじゃん、これ書くの失敗した人だろ、これこれいいじゃん、いいよ、いいよ、マッキーで書いたみたいな、いいはずがないだろ、ほら、あ、いいね、これでいいわ、もう困った顔してんじゃねえか、すでにちょっと困りが、ね、どこの犬だよ。もう傭兵ですからね、これもう外見保存俺の…なんか俺保存しやすいと、うわ、すごいね。B で戻っていただいて。最高だよ。いいキャラだな。誰だこいつ。あ、いや、オッケーオッケー。いや、いいね。後半に続き、すごいインパクトのあるキャラクター出来上がってきて分かりやすいですね。じゃあ、スタートボタン押していただいて。はいはいはい、さあ、私の方を。でね、腰にもう一件ね。もう一件ってない。もう一個持ってるんだよ、剣を。前あるもんな、完全に。 Y ボタンを押すと二刀流になるんじゃないかな。あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、双剣になります。で、その場合だと LB で左の剣を振るとか。なるほど、おお、強い。左の剣というか通常攻撃ね、ランプするのでね。はいはい、それ以外は分かんないっす。あ、そうっすか。あー、いいですね。まあそうですね、避ける方がステップが身軽なので。なるほどね。え、ああ、固定は LB と。まあ操作慣れてください。はーい。で、ここのエストビンを取らなきゃいけない。あ、いいね。あ、飲んじゃった。兄ちゃんと同じことをしたこの人いや、わかんないから、ついつい最初全然、ね、そう、X ボタン押しちゃうんでね、うん、攻撃ボタンってなんか X って感じするから。なんも出ねえ。で、なんだっけ、こっちが、そっち行ってもらって、そう引き返せって、引き返せって書いてあったよ。何がいいの？わかんない。いや、確実に何かいるのは間違いない。罠とかあるんじゃないか。おぉ、何、なんかアイテム奥にあるよ。お、右奥になってるし何やって、何あれ、何あれ、ちょっと待って、あれなんだ、あれは何。おつりさんだってダークソウルシリーズプレイしますよね。あ、やってますよ、やっぱり。いやー、絶対や、あ、あ、来るわ、反応した。あー、強そう。毎度あるよ、この突然襲われるね。すごい、なんか、おー、果敢に攻撃する。ちょっと待って、ロックオンしねえ、ロックオンしねえ。いったいったいった。右押し込みやね、右押し込み、右押し込み、あ、こうか。危ない。
はい、ちょっとこれ俺、危ねえだろ。強そう。コティコティコティ、インディちょっと待って、ちょっと待っておー、バリバリバリン飲んで、やばい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 、くんな、くんな、くんな、息がやばいね。あー、いいですね。でも、まあ、ちょっと倒せそうだよ、ね、これがやばい。避けて避けて、あー、ナイス。あれにもダメージありそうだね。あるね。範囲攻撃してそうだね。あー、もうでも今、2割ぐらい余裕じゃん。2割っておかしいだろ。余裕じゃん。あー、おー、はい、はい。いや、一発しかダメ。まあね。いやー、やばいやばい。このゲーム、欲張ると負けてしまいますからね。いってー、いってー。いやー、これは強い。あれ超強いじゃん。超強いじゃんこいつ。超強いな、それ。超強いわ。でも倒したいね、それね。はいはい。じゃあおー、短えぞ俺。わかりました。じゃあ LB が、まあ RB でもいい、そこそこいって顔がしてんじゃねえ。もう終わりみたいな。もう失踪思想出まくりだわこれ。は、新しいな。いや、これ新しいね。新しいね。俺一生あの敵倒す先に進まないみたいな。あ、まあ俺レベル低いな。二人ともそのキャラの初期レベルが高いんだね。そうね。あー、でも双剣面白いね。双剣新しいですよ。面白い面白い。とこれ戦技ウォークライトがあるんでね。ちょっと俺お金を取り戻さないとまずいけないな。やられた。みんな魂ね、うん、ソウルをロストソウルしてるから。魂のソウルがちょっとすぐ金金金金金がね、金が。まあでも通貨にもなりますからね、ソウルは。すみません。その魂バイバイするのは相当ひどいと思うよ。よいしょ。はいよ、はいよ、はいよ。あー、縦はいよ、はいよ、はい、後ろはいよ。あー、結構入れやすい、もしかして。そうね、まあでもほら、縦でもう俺の剣やりに行かないの。おー、やってやる、やってる。あんなもん余裕だ、余裕。ただ俺のソウル残っているのかが。いや、残ってないんじゃないのこれ。あ、残ってる、残ってる、あれあれあれ、よかったよかった。 You are not、 まあ今回エストビンあるから。そうね、そうだね。もう左が落とせば一発なんじゃないかな。まあそういう手もあります。なんか、いや、強えな。あれか、出血ってやつか、あれ。うわ、そう、出血。もう結構やってる。てか、俺らより相当 HP ゲージ長いよ。あー、やばい。これやばいね。さあ、もう2本目が、もうなりません。もうなりません。よし。いや、こいつもこいつで。よし、どーん、救った。ドワッグワーッ。あー、なるほど。あー、なるほど。なるほど。パリーした後に通常攻撃でいいんだよね。そうだよ、通常攻撃。ただ段差で多分ずれちゃった。そうだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何これ。そういうゲームなんだからしょうがないだろう。すぐ死ぬんだよ。俺これ、これ何十話続くんだよ、これパート。いやローディングが長くてよかったね。長くてよかった。いや、まあ、まあ、まあ、あれ一番最初にクリアした人の時点で終わりっていうのはいいとは思うんですけど。あれなって、やめろ、いい。 俺3分しかしてねえんだから。プレイ時間がもう物語っている。いや、でも一瞬にして俺だって3分経たないで死んだら。自分のソウル回収して死んだだけだよ。おー、痛い。なるほどね。よし、さあ、もう何のアドバンテージもないもんな、多分。だよね。左にとりあえずあるから。2戦目ですね。くらえ。そう、あんまり。ああ、すんで。貴様ごとき。そう、せっかくあるファイアボールを。ファイアボールをくらえ。うわあ。くれ。俺。知らねえよ、魔法使っても。魔法使っても倒せないよ。はい、じゃあ。
面白すぎる。新すぎるだろこれ。はい、ゲーム終了。10分プレイしていない。やべえよ。くそ。わあ、空砲いだっつってね。やってました。わお。いやあ、無理そう。すごい死にそうだよ。もう死んじゃうよ。もうすでに死にそうだよ。いや。ウィッチャーの動きでさ、思わず A を押して逃げようとすんだよね、俺。あー怖い、わかるわかる、その気持ちわかる。まあ、あの、Xbox コントローラーね、プレイステーションだとちゃんと×ボタンが回避なんですけど、B ボタンになりますので。うわー、フレスはやばい。アイスプレス。おおでもきっちりと、しかもその後の攻撃、それ1回しか入れられないね。もう1回うぅぅ、あ、いい感じ。うまい。あー、返されたー。くそー、切り返し避けたい。何がしろ、何がしろソウルを避けたね。これやばい、これやばい。あー、ナイスナイス。グルグルがね、最後こうやりに行こうとするとこう尻尾振りを食らってしまうんだね。うわあ、当たってる。よけてる、よけてる。あー、いい感じ。はい、ダブリッチ。あー、ナイス。うわあ、いいですよ。おお、すごいいい戦いしてる。ああ、プロか。ああ、よろめいてるよ。あ、よろめいてる。ああ、くそ、よろめくとかあったね今のは。ダメ。そうだね、ある程度。おお、すごい。おお、何なんだろうね、この子ね。体にも腕が入る。腕ですか。アイスプレス。あぶねえ。あぶねえ。全然。はいはいはい。おついさん自身の経験値がどんどん溜まってってるな。あー、ちゃんとうまいこと使ってる。余計に使ってる。ほい。まずは距離を離し、隙を見て、避ける。よかったよ。危ない危ない危ない。あと半分。半分か。いやー、ワンミスがこれ死につながるさ。死ぬね。よいしょ。まあ、2発勝ったら死にますからね、このゲームなんか死んないけど。ちょっとー、食らってしまったー。半分かー、きついな、あれわからん。これ前転くるくる、隙がちょい出て、ダブルチョ、ダブルチョじゃない。ほっ、アイスプレス、プレス、大丈夫。うわー、怖い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 。こっち来んだ、こっち来ん、こっち来んだって。2回、3回、4回、4回やべ、あぶね。ナイス。待てよ、これ先手、あー、先手から攻撃できそうだったのに。緑の選手、土に帰る。悔しい。はい、いい時間です。ちょっとなんだこれ、いい時間です。すまねえ。いや、俺ちょっと氷の化け物を倒す、攻略したいですね、僕はね。わかりました。ところで次回は私スタートとなります。オートジャスタートでね。はい、はい。顔をアップする。次回お楽しみに。ほんじゃ、またな。またな。またね。